三洋食品札幌一番きらめきの一杯チーポテ、揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は細めの扁平断面でちょっと頼りないような軽い食感です。スープはチーズの塩辛さと香りが全面に出ています。でも癖は少ないので最後まで飽きずに食べられます。乳臭さは弱いです。具のジャガイモは大きく歯ごたえもしっかりしており存在感が大きいです。キャベツもジャガイモと対比する歯ごたえがあり重要なパーツですが、コーンは存在感が希薄です。製品名の通りチーズの香りとジャガイモが主で、麺は引き立て役という構図です。カップスープの一種と捉える方がいいでしょう。